境で天下を目指されていたキラキラした眼差し、そんなきらめきを現世の世にも伝える転生した5名、みんなの夢へのきらめき、未来へのきらめき、全国の世から受け継いだきらめきを我らは伝えてまいります。ご登場いただきましょう。清洲城武将隊きらめき組の皆様です。民たちの土地を戦で荒らしてはならん。しかし敵は2万です。我らが3000ならば天を味方につければよい。ついてまいれ。時は1560年西暦3年。日々血で血を洗う戦が続く乱世の世でありました。そう、桶狭間の戦いの始まりにございます。お帰りなさいませ。戦況は？おやすみ様、今川君、あるねわしと取り残し桶狭間にて切れた口、あるねわしがこんなに早くか。下がれ。はっ。もしもし、もしもし、薩摩大学の討ち死に。大学もある。えい、大津城からの連絡はまだ来んか。はっ。本戦の通り、暗黒前より厚き黒き雲がかかり始めました。よし、軍は天にあり、もろとも下ごいたせ。
今川軍勢は丸沼氏の攻略に手を下し、新郎氏お客様を中心に本隊を支持急速に入った。いざ出陣。おう、いますけども、あとやっぱ日本のね、あの良きところをふんだんに生かしたあの踊り、もう袖で見ていて感動しておりました。では改めてご登場いただきましょう。清洲城武将隊きらめき組の皆様でございます。ありがとうございます。ありがとうございます。目の前の方にお越しください。いや、先ほどあの清洲城のお話を少しされたと思うんですけども、はい、普段はその紙芝居やっていらっしゃるんですけど、子供たちにも分かりやすく歴史を教えるために週末に紙芝居を使って、今は清洲会議の題材でですが、交代交代読んでるわけじゃない。いかがですか、お客様の反応は。昨日も言ったが、あの信長コンチェルトの影響でな、はい、みんな間違った歴史を学んでくる。だからちょっとそれ直すの大変ね。つね、はい、ちゃんつねちゃん言うしね、困っちゃうわけね。はい、どうですか、柴田様は今この現世に蘇られて。そうじゃが、ちょっと今のが他の武将隊の方々と違ったテイストのちょっと古い感じになってるかもしれんが、まあちょっと一言良いかな。どうぞどうぞ。皆にな、そう、ちびっ子たちもたくさんおるで、一つちょっと古臭い言葉で言うが、
父の背中を見て強さを学んでください。そして母の手を見て優しさを学んでください。そしてな、会場の中には武将隊が好きで刀を持っている方がおるが、ついな先日事故があったように、刀はな、おののふはな、命のやり取りをするしか時しか抜かないんじゃな。抜いたら相手が倒されるか自分が倒されるか、それがあってからどちらかしか鞘に収めることができないんじゃ。だからな、あの遊びで抜いたりとかしないようにな、そして怪我しないようにさせないようにしてくださいな。ありがとうございます。最後に親方さんも一言お願いいたします。いやもうわしいいじゃろ、今いいこと言ったぞ。メモってな、メモってな。じゃあ最後に一言親方様でお願いいたします。はい、でやった、また会おうぞ。ありがとうございます。でこの後も引き続きどうぞよろしくお願いいたします。よろしく。清水をきらめき君の皆様でした。ありがとうございます。